タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子。皆様明けましておめでとうございます。今年も毎週木曜日にお送りしておりますタイムリー六本木 TV ラジオ版、毎月第2木曜日は朗読番組朗読おとぎ草子をお送りいたします。私、皆様のご案内役を務めます小磯和成です。今年もよろしくお願いいたします。この番組では様々な文学作品をタイムリーオフィスのメンバーによる朗読でお楽しみいただいております。それでは早速今年1回目のゲストにご登場いただきましょう。明けましておめでとうございます。倉谷恵理子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ令和2年目、はい、一発目、はい、一発目ですね。何を読んでいただけるんでしょうか。はい、宮沢賢治作、はい、セネズミというお話をご紹介します。セネズミ、はい、カタカナでつにちっちゃい A ですね。はい、そうですね。どういうことなんでしょうかね。はい、どういうことなんでしょう。まあその辺はね、早速作品をお聞きいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは倉谷恵理子さんによる朗読で、宮沢賢治作セネズミ、ごゆっくりお楽しみくださいませ。宮沢賢治作セネズミ。ある古い家の真っ暗な天井裏に、セという名前のネズミが住んでいました。ある日、セネズミはキョロキョロ四方を見回しながら床下街道を歩いていますと、向こうからイタチが何かいいものをたくさん持って風のように走ってまいりました。そしてセネズミを見てちょっと立ち止まって早口に言いました。おい、セネズミ、お前んとこの戸棚の穴からコンペイトーがバラバラこぼれているぜ。早く行って拾いな。セネズミはもうヒゲもピクピクするぐらい喜んで、イタチにはお礼も言わずに一斉にそっちへ走って行きました。ところが戸棚の下まで来た時、いきなり足がチクリとしました。そして、止まれ、誰かという小さな鋭い声がします。セネズミはびっくりしてよく見ますと、それはアリでした。アリの兵隊はもうコンペイトーの周りに四重の非常線を張って、みんな黒いマサカリを振りかざしています。二三十匹はコンペイトーを片っ端から砕いたり溶かしたりして巣へ運ぶ支度です。セネズミはブルブル震えてしまいました。ここからうちへ入ってならん。早く帰れ、帰れ、帰れ。アリの特務総長が言いました。ネズミはくるっと一つ回って一目散に天井裏へ駆け上がりました。そして巣の中に入ってしばらく寝転んでいましたが、どうも面白くなくて面白くなくてたまりません。アリはまあ兵隊だし強いから仕方もないが、あのおとなしいイタチめに教えられて戸棚の下まで走っていってアリの総長に剣突くを食うとは、なんたる尺に触ることだとセネズミは考えました。そこでネズミは巣からまたちょろちょろ這い出して小屋の奥のイタチの家にやってまいりました。イタチはちょうどトウモロコシの粒を歯でコツコツ噛んで粉にしていましたが、どうだ、コンペイトーがなかったかい。イタチさん、ずいぶんお前もひどい人だね。私のような弱いものを騙すなんて。騙しゃせん。確かにあったのや。あるにはあっても、もうアリが来てましたよ。アリが、へえ、そうかい。早いやつらだね。みんなアリが取ってしまいましたよ。私のような弱いものを騙すなんて、
惑うてください。惑うてください。それは仕方ない。お前の勢いが少し遅かったのや。知らん知らん。私のような弱いものを騙して。惑うてください。惑うてください。困ったやつだな。人の親切を逆さまに恨むとは。はあ、よしよし。そんなら俺のコンペイトをやろう。惑うてください。惑うてください。えい、それ、持ってけ。てめえのモテるだけ持って失せちまえ。てめえみたいなぐにゃぐにゃした男らしくもねえやつは、面も見たくねえ。早くモテるだけ持って、どっかへ失せろ。イタチはプリプリしてコンペイトを投げ出しました。セネズミはそれを持てるだけたくさん拾ってお辞儀をしました。イタチはいよいよ怒って叫びました。えい、早く行ってしまえ。てめえの取った残りなんかウジ虫にでもくれてやら。セネズミは一目散に走って天井裏の巣へ戻ってコンペイトをコチコチ食べました。こんな具合ですからセネズミはだんだん嫌われて、誰もあんまり相手にしなくなりました。そこでセネズミは仕方なしに、今度は柱だの、壊れたチリトリだの、バケツだの、ほうきだのと交際を始めました。中でも柱とは一番仲良くしていました。柱がある日、セネズミに言いました。セネズミさん、もうじき冬になるね。僕らはまた乾いてミリミリ言わなくちゃならない。お前さんも今のうちにいいヤグの支度をしておいた方がいいだろう。幸い僕のすぐ頭の上にスズメが春持ってきた鳥の毛やいろいろ温かいものがたくさんあるから、今のうちに少しおろして運んでおいたらどうだい。僕の頭はまあ少し寒くなるけれど、僕は僕でまた工夫をするから。セネズミはもっともと思いましたので、早速その日から運び方にかかりました。ところが、途中に急な坂が一つありましたので、ネズミは三度目に、そこからストンと転げ落ちました。柱もびっくりして、ネズミさん、怪我はないかい？怪我はないかい？と、一生懸命体を曲げながら言いました。ネズミはやっと起き上がって、それから顔をひどくしかめながら言いました。柱さん、お前もずいぶんひどい人だ。僕のような弱いものをこんな目に遭わすなんて。柱はいかにも申し訳がないと思ったので、ネズミさん、すまなかった、許してくださいと一生懸命詫びました。セネズミは図に乗って、許してくれもないじゃないか。お前さえあんな小尺な指図をしなければ私はこんな痛い目にも合わなかったんだよ。惑っておくれ、惑っておくれ、さあ惑っておくれよ。そんなこと言ったって困るじゃありませんか。許してくださいよ。いいや、弱いものをいじめるのは私は嫌いなんだから。惑っておくれ、惑っておくれ、さあ惑っておくれ。柱は困ってしまっておいおい泣きました。そこでネズミも仕方なく巣へ帰りました。それからは柱はもう怖がってネズミに口をききませんでした。さてその後のことですが、チリトリはある日セネズミに半分になったモナカを一つやりました。するとちょうどその次の日、セネズミはお腹が痛くなりました。さあいつもの通りセネズミは惑っておくれを百ばかりもチリトリに言いました。チリトリも呆れてもうネズミとの交際はやめました。またその後のことですが、ある日バケツはセネズミに洗濯ソーダのかけらを少しやって、これで毎朝お顔を洗いなさいと言いましたら、ネズミは喜んで次の日から毎日それで顔を洗っていましたが、そのうちにネズミのおひげが10本ばかり抜けました。
さあ、ツネズミは早速バケツへやってきて、惑っておくれ、惑っておくれを250ばかり言いました。しかしあいにく、バケツにはおひげもありませんでしたし、惑うわけにもいかず、すっかり参ってしまって、泣いて謝りました。そしてもうそれからは、ちょっとも口をききませんでした。道具仲間はみんなじゅんぐりにこんな目にあって懲りてしまいましたので、ついには誰もツネズミの顔を見ると、急いで脇の方を向いてしまうのでした。ところが、その道具仲間に、ただ一人だけ、まだツネズミと付き合ってみないものがありました。それは、針金を編んでこさえたネズミ捕りでした。ネズミ捕りは全体人間の味方なはずですが、元来人間はこの針金のネズミ捕りを一遍も幽体したことはありませんでした。ええ、それはもう確かにありませんとも。それに、さも触るのさえ汚いようにみんなから思われています。ですから、実は、ネズミ捕りは人間よりはネズミの方に余計同情があるのです。けれども、大抵のネズミはなかなか怖がって、そばへやってまいりません。ネズミ捕りは、毎日優しい声で、ネズちゃん、おいで。今夜のごちそうは、アジのおつむだよ。お前さんの食べる間、私はしっかり押さえといてあげるから。ね、安心しておいで。入り口をパタンと閉めるようなそんなことはするもんかね。私も人間にはもうこりごりしているんだから。おいでよソーラ、なんてネズミを呼びかけますが、ネズミはみんな、へっ、うまくいってらとか、ええへえ、よくわかりましてございます、いずれ親父やせがれとも相談の上でとか言って、そろそろ逃げていってしまいます。そして朝になると、顔の真っ赤な下男が来てみて、また入らない。ネズミももう知ってるんだな。ネズミの学校で教えるんだな。しかしまあ、もう一日だけかけてみよう。と言いながら、新しい餌と取り替えるのでした。今夜もネズミ捕りは叫びました。おいでおいで、今夜は柔らかなはんぺんだよ。餌だけあげるよ。大丈夫さ。早くおいで。ツネズミがちょうど通りかかりました。おや、ネズミ捕りさん、本当に餌だけをくださるんですか？おや、お前は珍しいネズミだね。そうだよ。餌だけあげるんだよ。そら、早くお食べ。ツネズミはプイッと中に入って、むちゃむちゃむちゃっとはんぺんを食べて、またプイッと外へ出てきて言いました。おいしかったよ。ありがとう。そうかい。よかったね。また、明日の晩おいで。次の朝、下男が来てみて、怒って言いました。餌だけ取って行きやがった。ずるいネズミだな。しかしとにかく、中に入ったというのは感心だ。そら、今日はイワシだぞ。そしてイワシを半分つけていきました。ネズミ捕りはイワシを引っ掛けて、せっかくツネズミの来るのを待っていました。夜になってツネズミはすぐ出てきました。そしていかにも恩に着せたように、こんばんは、お約束通り来てあげましたよ。ネズミ捕りは少しムッとしましたが、さあ食べなさいとだけ言いました。ツネズミはプイッと入って、ピチャピチャピチャっと食べて、またプイッと出てきて、それから王風に言いました。じゃあ明日また来て食べてあげるからね。ブーとネズミ捕りは答えました。次の朝、下男がますます怒って言いました。ずるいネズミだ。しかし毎晩、そんなにうまく餌だけ取られるはずがない。
どうもこのネズミ取り目はネズミから賄賂をもらったらしいぞ。もらわんもらわん、あんまり人を見損なうなとネズミ取りは怒鳴りましたが、もちろん下男の耳には聞こえません。今日も腐ったはんぺんをくっつけていきました。ネズミ取りはとんだ疑いを受けたので一日プンプン怒っていました。夜になりました。セネズミが出てきてさも大義らしく言いました。ああ毎日ここまでやってくるのも並大抵のこっちゃない。それにごちそうと言ったらせいぜい魚の頭だ。はあ嫌になっちまう。しかしまあせっかく来たんだから仕方ない、食ってやるとしようか。ネズミ捕りさん、こんばんは。ネズミ捕りは針金をプリプリさせて怒っていましたので、ただ一言、お食べと言いました。セネズミはすぐプイッと飛び込みましたが、はんぺんの腐っているのを見て怒って叫びました。ネズミ捕りさん、あんまりひどいや。このはんぺんは腐ってます。僕のような弱いものを騙すなんてあんまりだ。惑ってください、惑ってください。ネズミ捕りは思わず針金をリュウリュウと鳴らすぐらい怒ってしまいました。そのリュウリュウが悪かったのです。プシッシーン。餌についていた鍵が外れてネズミ捕りの入り口が閉じてしまいました。さあもう大変です。ネズミ捕りさん、ひどいや、ひどいや。悔しい、ネズミ捕りさん、あんまりだと言いながら針金をかじるやらくるくる回るやら、地団駄踏むやらわめくやら泣くやら、それはそれは大騒ぎです。それでも惑ってください、惑ってくださいはもう言う力がありませんでした。ネズミ捕りの方も痛いやら尺に触るやらガタガタブルブルリュウリュウと震えました。一晩そうやってとうとう朝になりました。顔の真っ赤な下男が来てみて小躍りして言いました。しめたしめた、とうとうかかった。はあ、意地の悪そうなネズミだな。さあ出てこい小僧。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子。この人見ました、聞きましたのコーナー。このコーナーではタイムリーオフィスのタレントの活躍を一つピックアップして実際に見たり聞いたりしたものをレポートします。本日は田中パリが担当します。よろしくお願いします。今回ご紹介するのは12月5日から12月10日にかけて千葉ポートアリーナで行われた2019 IBSA ゴールボールアジアパシフィック選手権大会 in 千葉の場内 MC を片野晴道が担当いたしました。そしてこの大会で同じタイムリーオフィスのメンバーの平野真美、金子浩二、そして私田中パリもお手伝い MC として参加させていただきました。この大会の模様がですね、ゴールボールアジアパシフィック選手権大会の公式ホームページから YouTube チャンネルに飛べるんですけれども、そこの YouTube で試合の模様が公開されていますので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っているんですが、このゴールボールという競技、皆さんご存知ですかね。パラリンピックスポーツの一つなんですよね。視覚障害者の方向けの競技で、説明するとちょっと難しいんですけど、サッカーの PK を3対3でやるみたいな感じです。で、かつみんな特殊な同じ目隠しをしてそのゲームをするんですよね。で、まあもちろんサッカーではないので、こうボールを蹴るではなくて
ボールを、まあ、転がし合うっていうんですかね。でこうゴールを決めて、決められないにこうゴールを守るみたいな、そういう競技なんですけれども、こちらのアジア大会が先日千葉で行われたということで、この MC の模様をですねお伝えできればと思っています。片野さんはですね、この大のゴールボール好きということで、非常に熱血 MC として熱く実況アナウンスをされておりました。アジア大会なのでね、日本選手だけではなく、やっぱりアジア各国の強い選手たちも集まっての試合なので、まあ、非常に白熱の試合が展開されたわけなんですけれども、片野さんゴールボールにめちゃくちゃ詳しいので、試合と試合の間のこのハーフタイム、そこでですね各国の選手のこうプチ情報を織り交ぜつつ、片野さんの実況を聞くと試合の注目ポイントも丸分かりなんていうね、すごく白熱の MC を展開されておりました。でね、この大会で実は日本女子金メダル、そして日本男子が銅メダルということでですね、非常に優秀な成績を収めて、もう万々歳で終わったわけですね。私も初めてこの世界の選手とのこう戦いを生で見たんですけれども、迫力がすごいんですよ。本当に実際に見るとですね、結構ボールが速い人で時速70キロぐらいのボールを投げるそうなんです。そのぐらいですね、ものすごいスピードで、当たったらめちゃめちゃ痛いっていうボールをですね投げ合いながら、こう白熱の試合が展開されて非常に面白かったですね。なので皆さん、ぜひその YouTube でも試合の模様を見れるので、ぜひこのスポーツなんかちょっと面白そうだなと思ったら YouTube チェックしながら、ちょっとこう小耳にね、試合中のこの MC も注目していただけたら嬉しいです。ということで、今回は片野晴道、そしてお手伝い MC として平野真美、金子浩二、田中パリの 2019IBSA ゴールボールアジアパシフィック選手権大会 in 千葉場内 MC の模様をお伝えしました。以上、この人見ました、聞きましたのコーナー、本日は田中パリがお送りいたしました。ありがとうございました。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子、タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子、今回は倉谷恵理子さんによる朗読で、宮沢賢治作セネズミをお送りいたしました。倉谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ネズミ年にセネズミということで、はい、本当にナイスタイミングでした。あ、狙ったわけではない。狙ったわけじゃないです。偶然なんです。ああ、そうなんですね。すまあ、はい、そこは狙いましたと言っておいてもよかったんじゃないですか。狙いました。じゃあ狙いましたということで、はい、はい、そんなツェネズミですか。ツェネズミのツェって何なんでしょうかね。これ私推理したんですけれども、宮沢賢治って、うん、楽器、オルガンやチェロかな、チェロなどを演奏していた趣味だったそうなので、うんうん、おそらく音楽に精通していたのではないかと思うんですね。でドイツ語で楽譜のドレミっていうのはアルファベットで表記をするんですね、うんうんうん、でどの音がゼーという発音をするんですよ。だからおそらくゼネズミはそこから名前を取ったのではないかというふうにちょっと思ってるんですけれども、そういう説があるわけではなく、私が考えました。倉谷さん独自の推理、はい、推理です。じゃあ今回はそういうことにする。はい、はい、それってその作品内でそのセネズミが、まあ、何百回言ったか知れん、はい、惑ってくださいでしたっけ。はい、漢字だと人弁に賞金の賞と書いて償うっていう字ですよね。そうですね、はい、あれは惑うっていうのは償うという意味で良い、はい、作中ではそういうことになっています。はい、方言とかというわけではないですよね。方言とかではないんですけれども、まあ、書かれたのが宮沢賢治の時代のお話なので、うん、昔はそう言ってたということで、85年ぐらい前のもので、はい、そういった表現がその時はあったのかもしれません、ね、はい、まあなんか言ってるのを聞けばなんか要求してるんだなっていう感じはね。そうですね、はい、100回の次が250回でしたね。はい、そうですね。いや、トータルで274回くらいは言ってるんだ ね、 これね。そうですね、すごいですね。そんなに言ったことないです。ね、こう要はクレーマーですよね、これね。そうですね。ちょっと困った人ですね。そう自分本位のクレームは良くないよというお話、はい、だった。
たんです。はい、そんなわけでね、クレアさんに朗読、令和2年の一つ目の朗読として登場していただきました。今回どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。タイムリー六本木 TV ラジオ版朗読おとぎ草子、今回はここまでです。次回の放送は来月の第2木曜日2月13日の予定です。ご案内役は小磯和成でした。それではまたお会いいたしましょう。